サポート付き貸し農園ならシア畑。皆さんこんにちは。シア畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。今日は栽培面積あたりの収量を最大化する大根栽培の品種の考え方についてご紹介いたします。大根は一穴あたり3粒から4粒まくのが基本です。それを間引きして1本に育てていきます。もちろん間引きをせずに育てる方もいらっしゃいます。その場合は小さく育ったり混み合うことでアブラムシが増えたりなど少し管理が大変となります。ですのでたくさん育てたいなと思っている方は品種選びからぜひこだわってみてください。今回は品種ごとの特徴や同じ栽培面積にどれくらい植えられるか比較しながらご紹介していきます。では行きましょう。まずこちらのシア畑の基本の面積が一畝60cm×120cm、 これが基本なのでそこに何本植えられるか比較しながらご紹介していきたいと思います。では実際に品種をご紹介していきます。それでは王道品種からいきましょう。こちら冬自慢です。こちらの品種は総太りといって、形が首元からずっと先の方までずっしりと太るというのが特徴です。そして何よりも大きく育ちますので、大きい大根を栽培してみたいという方にはおすすめです。大型の大根ですので煮物が一番合っているかと思います。下の部分は辛いので当然大根おろしなどにも使うことができます。 60×120 の面積でしたら8本栽培することができます。かなり大きくなりますので 25cm×30cm の間隔を取るといいかと思います。続いてはこちらおふくろです。今回ご紹介する中では一番大きくなる品種です。この特徴としては若干霜膨れのおたふく型になるということです。また最大40センチほどになりますので結構大きな大根ということです。大型の大根ですのでぶり大根であるとか、そういった煮物に相性がいいかと思います。株間隔としては25センチから30センチが必要です。そして畝幅60センチ ×120 の畝においては8本栽培することができます。続いて少し変わり種、丸型の聖護院大根です。この大根は名前の通り聖護院、つまり京都の発祥であります。この聖護院大根は直径が最大20センチぐらいまでなりますので場所を必要とします。それでも 60cm×120cm の畝においては8本できると思います。どんな料理に合うかと言いますと、この丸いという形を利用してですね、薄くスライスして酢漬けにしたり、あるいは他の大根と同じですけれども煮大根としてとろろ昆布を乗せて食べるのが非常に合ってます。形もまん丸で面白いのでぜひ作ってみてください。ここまでが大型の品種で、間隔を空けてしっかりと間引きを行うことがポイントの品種でした。多くの栽培のテキストを見ますと大根の栽培方法は同じように書かれていますが、これからご紹介する品種は面積あたりにたくさん植えることができますので十分活用してみてください。こちら中型の単形の大根で三太郎です。三太郎は大きさとしてはちょうど中間ぐらいの大きさになります。太さは普通の大根と大差はありません。ただ短いというのが特徴です。特徴としては肉質が非常に緻密ですので、煮大根にしますと味がよく染みるというのが特徴です。おでんとか、そういった料理には非常に合っています。植え方については 60cm×120cm の中で比較的、この最大限の大きさを求めるのであれば、やはり大型の大根と同じように 25cm×30cm の間隔が必要ですけれども、例えば12本取るという時には 20cm の間隔があれば十分作ることができます。さらに小さくする場合 15cm の間隔でもっともっと量を多くするということもできる大根です。またこの三太郎はですね、非常に作りやすい大根でして、巻く時期も結構長く初冬まで巻くことができます。
家庭菜園をされていて、夏の野菜がちょっと秋の方にずれ込んだなという方でも作れる品種です。続いてあやめっこという品種の大根です。これはあやめという名前がついている通り赤紫の色を持つ大根です。首の部分が赤紫色になるというのが特徴です。大きさとしては先ほどご紹介しました三太郎くらいの大きさですけれども、これも同じように間隔を縮めることによって小ぶりのものを作ることもできます。60センチ×120センチの畝で言いますと最大18本ほど作ることができます。食べ方としてはやはりこの色をうまく活用するというのであればサラダですとか浅漬けなんかが一番向いているのではないかと思います。もちろん煮大根として使うこともできます。最後紅サンタです。これはミニ大根で、長さがせいぜい20センチ程度です。太さは大体5センチくらい、そういった小型のミニ大根です。色が見ての通り非常に綺麗な赤色をしていまして、サラダや浅漬けにこの色が映えます。60センチ×120センチの畝で作りますと最大18本くらいまで作ることができます。今回ご紹介した中では一番本数が取れる大根です。品種をご紹介してきましたが、必ずしも一穴に1本とかこの面積あたりの数というのが全てが同じというわけではありません。品種ごとに特徴やサイズを考えながら選んでみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。